クロービス2世は、メロビング朝の五代目の国王。クロービス2世への貢ぎ物、アルベール・メニアン作。1883年。ダゴベルト1世と、王妃、ナンティルドとの息子、イボアニに、アウストラシア王シギベルト3世がいる。父が639年に死去したため、ネウストリアブル軍との王として即位。幼少であったため、母のナンティルドは、 彼女が死ぬ642年まで聖書として、救済、アエガと共に統治した。救済アエガの死後は、ダゴベルト1世の母ベルテトルドの親戚にあたる、エルキノアルドが、救済となったが、649年に、クロービス2世の王妃となったバルティルドは、アングロサクソン人の奴隷出身であり、かつてエルキノアルドの家内奴隷であったため、エルキノアルドは、 宮廷内で15年にわたり強い影響力を保持した。657年もしくは658年に死去、サンドに大聖堂に埋葬された。クロービス2世の死後、息子クロタール3世が即位し、王妃、バルティルドが摂政となった。バルティルドは、ネウストリア中心の中央政権政策を試み、ブルグンと王国の自立を図った死去の抹殺を行ったとされる。 世俗の貴族と変わらない生活を送る司教に圧力をかけ、司教権力下にあった修道院を保護、重視する政策が、後の修道院の大量死かの制度的起源となった。バルティルドは、クロタール三世が青年に達した662年に、救済、エブロインにより、自身の建てたシェル修道院に追放され、そこで死去した。649年。 アングロサクソン人奴隷であったバルティルドを妻にし、三男を設けた。他に、クロービス三世が子供だと言われているが、クロービス三世の父については、テウデリク三世、クロタール三世ともされるなど小説ある。これらいずれの場合も、クロービス二世から見れば、クロービス三世は、実の孫ということになる。当時のアウストラシア貴族は、 クロータール3世の着出寺であると主張している。このように、クロービス3世の出寺の詳細は分かっておらず、そもそもメロビング家の人間ではなかった可能性すらある。そのため、クロービス3世は正式なフランク人の王に数えられないことも多い。ありがとうございます。